それではやっていきマリオネット。クリア率は約 8% なんだぜ。最終形態、今回はどんなクッパになるんでしょうか。さあレイムーン、今度も今度こそゴリゴリ立てずにお前を倒す。これは厄介、でも社長どんどん出てくるし、大丈夫かな。そうだよレイムくん、私がいるから問題ありません。今回はそう簡単にはいかんぞ。どういうことだ。多分あれだよ、敵のモブキャラが主人公にがっつりやられるフラグ立てる時のようなセリフでしょ。さあさあイケイケどんどん、クッパを蹴散らせー。さあイケテレサたちよ。あ、やばーい。レイム、これはやばいですよ。学校でトイレに行きたいのにまだ3時間目の時ぐらいやばいです。例えがわかりにくいわ。しかしこれは本当に厄介だな。倒せるのか。私は誰もが認める天才ですよ。こんなの朝漬け前です。朝飯前だ。なんで漬物つけてんだよ。漬物じゃありません、キュウリです。いやらっきょです。どうでもいい、とにかくこの状況を打破する方法を考えろ。そんなの考えれるわけないじゃーん。じゃーん。どうやらあの P スイッチを押さないとダメみたいだな。この天才の霊夢が一発で気づいちゃいました。めっちゃ死んでただろ。あ、待ってー、 P スイッチカムバーク。さあさあ今度こそ、せーの、 P ジャーンプきたーからのお邪魔しマンモスー。イエーイゴー。であれ、ちょっとイカさん邪魔なんだけどー。あんやー、安定と信頼の下手くそプレイ。今度はここで待ってみました。よしよし、これでもう一度チャレンジできそうですね。今度はファイアーマリオだし、いけるだろ。そう、させるかー。じゃあふふふ、この霊夢様を倒そうなど13秒早いです。ギリギリじゃねえか、しかも何回もやられてただろ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきいきマリオン。クリア率は約 25%。ということは今回は楽しむ系のステージか。え、なにこれ、完全にヤバそうなんだけど。いや待て、なんか下に行ってるんだぜ。これはまさか。カンタムロボ？どこをどう見たらカンタムロボになるんだよ。ならアクション仮面、ちげえ。あ、ならハクション大魔王？潜水艦、もしくは船に決まってんだろ。アクション仮面とアクション大魔王って機械ですらないからな。おっと、ホコリがすごいね。ダイソンで掃除します。見てください奥さん、このダイソンの掃除機は回転してゴミを拾ってくれるんですよ。避けられてるぞ。ルンバは角っこを掃除できないからしょうがないんです。ダイソンの掃除機からなんでいきなりルンバになってんだよ。いやー、本当に家でルンバ大活躍してます。もう一生話しませんって話をしている間にまず海をクリア。タイトル通りならあと3つあるはずだな。次は陸の技だけど、何になるのかな。普通に考えたら車とかだと思うんだが。いや、車なんて普通すぎます。おそらくアリンコになるんでしょう。アウトローすぎるだろ。てか車で会ってたんだぜ。これ車かなー。アリンコでしょ。どこをどう見たらアリンコに見えるんだ。私アリさんと仲いいもん。給料もすごい良かったんだよねー。それはウプ主の元バイト先の某引っ越しセンターだ。正直ずっとやってたかったバイトです。さて、ここはパックンが結構出てくるな。スピンで避けていくんだぜ。マリさんくんいいですか。私は避けるなんてことしたくありません。常に敵とは戦いたいんです。だから私は戦うぞー。視聴者の皆様、これが典型的な言葉と行動が一致してない人物の姿です。ありがとうございます。褒めてねー。さあ今度は空中か。空中ステージは落ちたら一発だろうし、気をつけていくんだぜ。この形はもしかしてカンタムロボ。お前はどんなものでもカンタムロボに見えてしまう呪いでもかかってるのか。呪いじゃありません、まじないです。意味ほとんど一緒だよレイムくん。おお、ここでの社長はありがたい。これでパックンマックンを根絶やしにしていきたいと思います。今まさにお前が根絶やしにされそうになってるんだが。も問題なしーイング。この超級ピクルミラクルスーパープリプリプリリンレイムちゃんにかかればちょいのすけです。変な呪文言うのやめてくれ。あー、その呪文を言わないでー。どうしたんだ。先ほどの呪文を言われると、私の呪いが解けてしまい、真実の姿になってしまうんです。いやじゃあ、もういやーん、恥ずかしいーん。ちょっとー、そんな見ないでちょうだい。いやいやいやー。予想外にイケメンなんだが、やばい。惚れてまうやろー。何言ってるのよ、早く呪いをかけてちょうだい。もう、嫌になっちゃうわ、プンプン。呪いが解けたらイケメンだがお姉っぽくなるんだな。あ、この社長とレバ戻るかな。ふん、本当に恥ずかしかったです。どこに恥ずかしい要素があるんだよ。今の姿の方がよっぽど恥ずかしいわ。ということで失礼します。いやー、びっくりしたね。びっくりしすぎて全然実況できてないんだが。これから頑張ればいいでしょ。これは宇宙人をイメージしてるのか。結構動き早いし、厄介だな。
でもなんとか突破できたみたい。よかったよかった。ということでそろそろゴールのはずだが、なんか社長が衝撃すぎて疲れがやばいんだぜ。ちょっと、私を無視するなぁ。あ、なんかゴールしてた。それでは改めて、ゴール。今回のステージはすごいうまくできてたんだぜ。最後の方の紹介をあまりできず申し訳ありませんでした。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまるほい。クリア率は今回も高めの 20% なんだぜ。社長がどこか消えたのかな？まずはトゲゾウゴ一行がお出迎え。これはまっすぐ突き進むのは無理だね。ということはこっちからってことになるな。さあ、ハテナブロックの中身はコインジェッター。なんだよそれ。それでは次のハテナブロックの中身は、パンパカパーン、大正解。ということでさようなら。あいつどっか行ったぞ。見つけたんだから何かご褒美とかないのかな？奈落という名のご褒美。ちょっと、びっくりさせないでよ。てか社長が奈落に落ちたみたいだな。ザマー味噌カツ、ということでゴール。社長今回出番多かったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。